皆さんぜひ買いに行ってみてね <laughs> <laughs> そうそう <laughs> そうこ,うこうこうブスって感じでしたもうもうなくなったかな傷跡はあーもうないかもねーあのね過去一痛かった 打ちやすいでしょなんかさ冬服ってここまでめくり上げるの難しいじゃないですかだからもうこれにしましたし <laughs> したらバロ行きます是非よろしくお願いしますみんながどん兵衛を買ってウェイウェイってなって一口700円そうなんですだから2つどん兵衛を2つ買って700円以上買い上げて1枠応募一口応募ができるのであのちょっと、うん 頑張ってください <laughs> だからあの他のものと一緒に買うのがおすすめですね。今度中坂も実際に行って、あのー、買ってくるのでね一緒にバロー巡り V ドラッグ巡りしましょう。頑張ろう <laughs> いいですね。 今日誕生日なんで応援お願いします。Happy birthday to you!Happy birthday to you!Happy birthday dear <laughs> さん !Happy birthday to you! お誕生日おめでとうございますあ、すごい、いっぱいね、自己紹介を書いてくださってるじゃないですか。誕生日おめでとうございます 坂道の方が好きなんですね長坂美悠はあの48グループの SKE48 っていうチーム S に所属してる17歳の高校生の女の子なんですけどもしよかったら好きになってくださいこれも何かの縁だと思うので誕生日に巡り合えたご縁も大切にこのまま一生おしめにしてください是非よろしくお願いしますお誕生日おめでとうビびますね イイそうじゃないですか年越しそばに買うっていうのもいいですよね確かに今年の年越しそばどん兵衛でいいじゃないですかもうめやめやそうちょっとまださあのてるてるイレブンができていないのが申し訳ないんですけどはいてるてるイレブン作ったら 本当に明日もう明日日もううだよねどうするみんなはさ寝ますか今日。ねどっちにする波はもう起きてようかなって思ってるんだけどてかもうねやばいんですよ <laughs> あの結構今瀬戸際に立たされててあのギリギリで生きてるんですよ今。<laughs> そうギリギリで生きてるからあ起きてちょっと学校の課題とかでもしながらギリギリ挽回していこうかなとか思いながら。 いるんですけど、みんな起きますか、寝ますか。はい。明日学校休みなの、え、休みじゃないですよ。学校だよ。<laughs> そうだよ、だからさ、どうしようか。<laughs> 起きれたら起きる無理無理絶対起きれないもん100%起きれないもんでも絶対に見たいからだから絶対に見たいから起きてようかなって思ってるんですけどどう思いいますか <laughs> 仕事休みにしたのやばいねそう中坂ね結構結構やばいの。 えー、やっぱ寝るべき、いやでも、無理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 。<laughs> いや、無理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 。寝たら最後だもん、長さが。でも、なんか、こういう日に限って、もう眠気がすごいんですよね。ある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 。まあ、無理しない程度に寝ます。 でもだってどっちみち4時から見なきゃいけないってことは、まあ、3時45分くらいに起きておかないと、まあ、無理じゃないですか3時45分に起きるくらいならもう起きてた方がよくないみたいな最近3時半とかに寝ること全然ざらにあるんですよだから起きてた方がよくないとか思ったり思わなかったりみたいなそんな気持ちです パパ坂さんを見るのえ分からん後半の後半だけ見れれば <laughs> 一番いいところねはあんで4時からあるんだよってね思いませんか 確かに6時に試合が終わって6時から7時まで寝るっていうのもうあるんですよね <laughs> 確かに確かに明日は社長と会議社長と会議はやばいねそうだからちょっと朝うんんううん チップスででかささん出たんですか川島さん出たすうらやましいんだけどうらやましいチップス買いに行かないとねはあもうなんか私がドキドキしてるもんはーい頑張ってまあ寝る方向性でいきたいとは思っております <laughs> そうよもうね <laughs> 頑張って寝る方向性で起きる方向性で頑張りますでもさっき目覚ましの音は聞こえるんですよね 今日、タバカンまつげを意識してみたんですけど、どうですか。<ー>てか、今日メイクしてんの、めっちゃ偉くない。<laughs> フルメンコ踊りながら、応援する、応援配信すると信じます。フルメイク踊ってたら、ちょっと相手チーム応援してるみたいじゃないですか。 なが <laughs> ちゃんドキドキするあ本当？<laughs> そうまつげさ可愛い,いでしょ今日。ライフゴン大さありがとうだあこちらこそありがとうございました皆さんのおかげで六位です。疲れてはないです。六位です六位です。 とりあえず今4時に目覚ましかけたんだってやっぱみんな見るよねでも4時に目覚ましかけたら遅いですよだって4時からキックオフですからだからやっぱ3時50分くらいには遅くても行けないといや遅くても59分ですよねはあみたいな1分で目をシャキッとさせてほーんって見るのがまだ腹筋してない腹筋も忘れてたよねやっぱ筋トレもしないと ルート親指どっちだの？感想であのバキバキなんですよ。で、長坂は今親指以外の手がすごくまあ、綺麗ではないんですけど、全然めくってないのね。もう偉いから今親指はもうカチカチすぎてめくれてきちゃうしめくっちゃうから、もう絆創膏を貼っておけばめ巡らないだろう。っていうことでもう物理的にめくれない作戦で生きてます。はい。 アマは少し遅れた配信だからセーフまあ確かに確かに <laughs> 現地にいると思えば夜の10時だよ確かに時差ボケを感じながら生きていくっていうのもありですよね確かに確かに大富豪中ちゃんの体制さは半年以上ないんですって、まあ、ここ半年あんま中作が大富豪やっていなかったので本当に申し訳ないなと思っております何背番号ないんですよ 番号なし良かったのでタグついてるのやばいよね長坂配信あるなら起きようかなだって ね、みんんなにみんな配信してほしていんですよなんかさかにでもさ配信できるかできないかって言われるとまあ問題はお父さんが起きてるか起きてないかなんですよだってこのこの部屋でお父さん寝てるからお父さんが起きてなかったらもう確実にこの部屋で配信できないわけじゃないですかだから問題はそこですねまああっちでもいいんですけど <laughs> 問題はそこですねまあ問題は私が起きれるか起きれないかですね 明日から夢と大学生の娘が名古屋に行くみたいなんですけど女子におすすめの名古屋スポット教えてくださいえ女子におすすめの名古屋スポット難しいです名古屋にはしょっちゅう来られないんですかだったらやっぱ女子っていうかまあ老若男女問わず大人気なのはやっぱ大洲商店街だと思いますあのー、和風原宿みたいな感じで 街並みは結構和風なんですけどトレンドのものがいっぱい置いてあったりあのまあ大須ならでは大須で昔から愛されてる食べ物とかがあったりすごくするのでおすすめですね個人的にはりんご飴が最近食べたいなって思っているんだ <laughs> そうまあそうですね <laughs> 観覧車は、まあ、もちろん最後に回ってかれると思うんですけどやっぱ観覧車のおすすめは。 あのちょい暗くなったくらいのあのちょっと暗くて周りが明るくなり始めた建物が明るくなり始めたくらいが私的には結構好きなんですよちょっと暗めの観覧車だから序盤はまだまだですねうんふんそう三ン,ン今だから最後に来てほしい <laughs> なん何だろうこのこだわりは yes す、yes、すであとはえー、っと <laughs> おスだけでも結構充実した一日を過ごせるんですけど、あのー、食べ歩きをまあおすすめですよねおスは。<laughs> でまあそうルートが難しいんですけどうんそうですねその辺だったら、まあ、オアシスももちろんさおすすめですけどオアシスオアシスねでもオアシスもおすすめですけどオアシス、うん、<laughs> いや水族館はちょっと遠いですから。 あれですね。K、T、の公開練習あるやん,ん。でも明日でしょ。ああさってって言った？あさってなら明日からあ何日間名古屋にいるんですか。そう明日だったらそう K、T 公開練習まだしてないんですよね。<laughs> 名古屋城とかないなあゃあ確か名古屋城はおすすめですね。あのな名古屋の歴史をねすごい感じることができます。 K2 が土日なのはあのもちろん知ってます名古屋とどこのバローに行くのがいいのかなあのバローはわからないかもしれないからないんですけど長さがあの V ドラッグなら境になります <laughs> 東山動植物園東山動植物園もいいんですけどちょっとやっぱ遠いんですよね真反対なんで境とか大須とかもあの難しいんですよ名古屋市科学館も確かにおすすめですねプラネタリウムもすごく綺麗だし大きいんですよ そうだからおすすめですねうん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  <laughs> 確かに大島できたらせちま本店に行くのもおすすめですね中坂み桜がいっぱい飾ってあるということでね金曜日から日曜日までいるみたいで土曜日の夜に名古屋ドームでライブ見るみたいあそうなんですね土曜日の夜に名古屋ドームでライブ見るんですねうんそうなるとですねうん難しいですねあ今週の 土曜日がどなたの名古屋ドームライブかちょっとまだ私はご存知ではないのですけど名古屋ドームに行かれるのでしたら多分地下鉄とかで来るかもしれないんですけど <laughs> そうですね地下鉄だったら名城線沿いとかでもありですよね名城線沿いか名城線まあそうですね大津根とかで降りれば大津根すごく賑わってるのでおすすめですしあとは。 名古屋ドームねでも名古屋ドームの近くに大きなイオンがあるのでそのイオンの中でもすごく楽しめると思いますよふらっと行けばもう4時間くらい楽しめると思うんですけどはい <laughs> 名古屋ドームねでもすっごい混むんですよコンサートとか野球がある日のイオンはだから、はい、楽しんでください <laughs> 確かに外はちょっと寒いんですね 名古屋ドームに名前戻ってないですね。バンテリンドーム名古屋ですね。確かに外は寒いですね。土日エコキップは絶対に買うように言っております。あ、それ大事ですね。土日エコキップを買われるのであれば、名古屋市営地下鉄はもちろんシバスも乗れちゃうんですよ。シバスも乗れちゃうということなので。 あのバスでどっか行くのもありだなって思うんですけど、まあ、全然バス乗らないので長さがちょっと今美術館であそうやってますねそれもやってますしあの愛知県美術館ではあのジブリ店もやっているということでジブリ店もおすすめですねでもこれ当日券ちょい高なんであのちょっと前売り券買っておくことおすすめします <laughs> そうこんばんちょばいちゃっちゃありがとうございますバスって使います、まあ、バスも 使いよ使えるところによってはすごいおすすめですよなんかほぼ座れるかみまえはかみまえもかみまえもいいですねかみまえも名城線沿いになりますねでもかみまえもいいですね <laughs> いいですねしか言えないんですけどちょっと観光大使みたいありがとうございます そうジブリ展やってるんですよ今これねあのジブリパークにあるやつがあの結構あるんですよあの顔なしと座って写真が撮れるところとか猫バスとかもありますしあの本当にまだ中坂も行ってないので行きたい気持ちですけどおすすめです <laughs> あとは名古屋観光ですもんね名古屋を観光されるのであればやっぱ中部電力未来タワーとかおすすめですよ。あの 踊りパーク本当にすごくおしゃれなお店が多くてあの娘さんがおいくつかまだちょっとなんかかわからないんですけどあの若い方は多分すごいテンションが上がるようなお店があったりもう映える食べ物が多かったりするのでおすすめですね個人的にはパンケーキとあのジェラート屋さんには行ったことあるんですけどすごく美味しかったです猫バスって乗れれるるるのなんか写真撮れるところがあるみたいです。 こんな人写真撮ってきたよ、だって、さすがです。そうですね。あとは、そうですね。うん、まあ、でも、地下鉄で、ね、乗り放題買っちゃえば。割とどこにでも行けちゃうから。時間。 次第です。何味のパンケーキが好き、個人的にはあのベリー系がいいなって思ってて、なんでかっていうとまあ、パンケーキって甘いじゃないですか。だから甘さのところにやっぱ酸味がある加わることによって、も、まあ、いっぱい食べれちゃう。っていうところが個人的なお勧すすめです。<laughs> そう、科学館すごくいいんですよ。あの科学館の科学館の最寄り駅があの伏見駅って言うんですけど、あの伏見駅の周りはすごい栄えてますね。やっぱ栄。 ののの次の駅なので、まあ、普通に栄えてる名域と栄の間ですかね普通に栄えてるんですけどあの科学名古屋市科学館っていう科学館もあってすごくそこの中もなんかいつも体験できないようなことができるのが建物がすごい高い高く何階もあるんですけ56階あるんでもうどのフロアでもいろんなことが楽しめますしあの毎回何かしらあのイベントをやっているのでそのイベントとかに参加してもすごい楽しいですし、まあ、近くには美術館があったりあの。 白川公園があったりもするのでおすすめですしあの伏見駅からちょっと歩くちょっと歩かないですね全然科学館よりも近いところに電気の科学館っていえばちょっと奥様向けの科学館があるんですけどそこもすごく楽しくてあのいつも体験できないようなことが体験できるのでおすすめです。そ <laughs>、はい、そうそう そうですそうですあ美しいですねパンケーキ食べ放題をチームといった記憶もありますもうだいぶ前だよね案内してくれ全然案内しますよ <laughs> なんかどこに行きたいって言ってくれればあの全然できるんですけどパって思い浮かばないのが中坂のまだまだだなって思うところですね <laughs> あとは何があるかなあでも自然豊かな場所も結構いっぱいあるのでおすすめですねうん <laughs> その流れで大須観音まで歩いてもいいよね。あ、そうですね。あの伏見駅の次の駅が大須観音駅なんです。つあ伏見駅は東山線と鶴舞線が通っているので、あの鶴舞線で次の駅が大須観音駅なんですけど、あの全然歩ける距離にあるので、科学館から大須まで行くのも全然歩けます。白川公園の方歩いていけたら多分着きます。<laughs> 何が伏見なんだろう <laughs>。 東山動物園は、東山動物園もとってもおすすめなんですけどやっぱ首都駅の真反対にあるっていうか、ま、名駅とか境からちょ,ちょっと遠いのであの、まあ、そう動物園で楽しむっていうことにはすごい向いてるかもしれないんですけどもいろんなところ行くならちょっとね あのなかなか入らない可能性もあるんですけど結構私の中では農物園もおすすすめですねやっぱ日本最大の最大数の動物がいらっしゃるんですよ東山動物植物園には。すごいたくさんの動物がいるしあの植物園もすごく魅力的でですね日本最古のの温室 植物園のね温室のところがあるんですよ。それはあのー、何かに登録されてるんですよね。なんだったかな。でも本当に魅力的です。そして今紅葉がすごく綺麗なのであのガチおすすめですね。泊まるところが伏見なんだ。あじゃあおすすめですね。伏見からずっと泊まるところが伏見なら多分大須までも歩いて行きますし、まあ、でも一日乗車券買ってるのは全然電車で行っても <laughs> でもね寒いですから今おすすめです。ただ 東山線は割と5分と分かに1本電車が来るんですまあ遅い時で6分7分に1本夜遅くなるともうちょっと少なくなるんですけど名城線とか鶴舞線とか桜通線は結構ねあれなんです10分に1本とかしか来ないのでまあ鶴舞線一駅くらいなら歩いた方が早いかもしれないです。 <laughs> そうですねあのー、東山動物園シャバーニっていう有名なゴリラさんがいるんですけどこう有名なゴリラさんがあの出てくるだけでも本当にぐわっと人,通り人がすごい集まるんですよで今ゴリラのところが結構室内にシャバーニがいることが多くてあの室内なので本当に狭くてなかなかねお目にかかることもないかもしれないんですけど運が良ければ外にいたりね最善で見れたり。 するのでおすすめですついでにご飯もおすすめしちゃうご飯はですねやっぱ名古屋麺物いっぱいあるのでお好みのものを食べていただくのがベストだなって思うんですけどそうですね個人的にはやっぱ手羽先が外せないので今ちゃんさんおすすめですね <laughs> <laughs> そうそう聞いてて覚えるの無理な内容です <laughs> すみません なんかさか店行ったことないんですよね加こうのおにまんのお店あそうですおにまんじゅうおにまんじゅうご存知ですかおにまんじゅうは名古屋名物っぽ,くい,ぽいんですけど多分岐阜が 有名岐阜の方が有名かもしれないですね鬼まんじゅうもとってもとっても美味しくてあの梅花堂さんっていうなんか作がね大好きな鬼まんじゅう屋さんがあるんですけど花王山といえばあの日泰寺っていうね有名なお寺寺があるんですよ日台寺は毎月21日、まあ、全然違うんですけどにあのー、縁日をやっていましてそこですごいたくさんの屋台が並ぶんですけどその屋台が並ぶ参道のねの参道にあるお店がすごく美味しいところが多いのでおすすめです。 ダメだこいつ喋り始めた止まらねえよ止まらねえよ <laughs> はいあコンパルもすごく美味しいですねコンパルは有名なサンドイッチの名古屋のお店なんですけど個人的にはやっぱエビフライが美味しいですおすすめですよく喋るな <laughs> よく喋りますそう でも全然まだまだあの知らないことだらけなので、あのこれからお勉強していきたいなって思っている所存でございます。あ、角王座のカフェにも行くと言ってたの。角王山のどこのカフェだろう？でも鶴光山すごい！おしゃれなお店多くて、あの天使のわらび餅っていう美味しいわらび餅屋さんがあるんですけど、有名な。そこも鶴光山にあったり、本当に最近は栄えています。角王座めちゃくちゃおすすめです。 日体児はでも結構あの若い方もいらっしゃったりなんかお子さんとかがいらっしゃったりみたいにしますねもう一回言ってくださいもう一回ちょっと言えないですねまた何かあったらまとめます <laughs> なんか喋るの方がさ伝えやすいんですよねブログとかで書くよりこっちね見てほしいのよちょっと見てこのやばくない今本当にね肌荒れまくってての、ね、化ししたくないのだから今こっから上しかしてない あ、セう、シ止バッターさんのお店もねめちゃくちゃ大行列なんですよあの本当にめちゃくちゃ外装も内装も綺麗でいつ行っても並んでるので頑張ってください米田に入ったら食べ物のサイズに注意が必要あ、最近はすごく話題ですね逆見本詐欺って言うんですけどあの見本よりもそれよりも大きくてボリューミーなものが出てくるのが米田珈琲さんなんですよ、はい、私もあのいつもフィッシュフライバーガーをいただくんですけど あのフィッシュフライバーガーの写真を想像してはいけませんってこれ中坂の顔くらいのサイズのバーガーが出てきます普通にだからあの本当にそれ1個でお腹いっぱいになるのでもう白ノワールとか食べるあれもないくらいの満腹度です「ライフ中ちゃんを抜いたようだ」ってありがとうございます皆さんのおかげで、ね、6位にいるんですよちょっともうびっくりびっくり あ、そう今御朱印巡りもね。もうあの流行っていますから、ね、是非御朱印とかも巡っちゃってみてください。<laughs> そう、あの大変なんです。想像以上にめっちゃ教えてくれて感謝感謝です。ちなみに今よ,よ横で嫁と一緒に見てます。で、よかったら参考にしてみてください。 1>, 1位狙ってるの全然です。ただ12月は大富豪を盛り上げていこうっていう思いで、もともとこのイベントが始まる前からやろうと思ってただけなのであの皆さんとね1日ね1時間くらいやれたらいいなと思っております河さんは SK のシングルの撮影地があるでしょあ、そうなんですよ。何のシングルだったか覚えてないんですけど、そうなんですよ。あるんですよね前ね誰かが紹介してたんですよね。あのメンバーじゃなくて16ガール 16アガールズの方が、ね、紹介してたのをね見たんですけどね何だったかな <laughs> 1位を狙っていくのかと思ってハートかなり使ってしまいましただってわーありがとうございます、まあ、1位はね狙いたくても、ね、狙えるあれじゃないんですよね本当に素晴らしいくらいあの素晴らしい壮絶なあれなので全然あれですけど今5位なの <laughs> ありがとうございます皆さん でもまあみんなと一緒にね何か乗り越えられたら乗り越えられたらっていうか楽しい一ヶ月にしていきたいなと思うのではい無理しない程度に遊んでいただけたら幸いですマルフォキってのはゼ0秒ちょうどれをしてるの長坂はそうです皆さんはあのちょっと調整していただくことをお勧めしますコケティッシュ渋滞中のロケッチ巡り、まあ、コケティッシュ渋滞中は本当に名古屋のいろんな場所でね撮影されているのでそうですよね <laughs> そうなんか名古屋はあのめちゃくちゃいっぱい魅力的なお店あるので長坂ももっと勉強します。<laughs> そう全然なんか有名なところしか知らないので、はい。おスティミングちょっと早くしてない？あ全然です。早くはしてないですね。なんか長坂はあのタイマーでピピピピって乗ったら押すんですけど、だから多分超遅くくらいだと思いますよ。ピピピピって押します。 はい。<laughs> 今日はよく当たりましたね。あ、そう、万歳ビーナスは押す、そうです、そうです。そう、中坂が大富豪の時は、皆さんがちょい遅いで押すのがおすすめで。中坂が大貧民の時は、皆さんがちょい早いで押すのがおすすめです。何分でやってるの、今日は五分刻みでやりました、ゼロ五ゼロ五ゼロ五で。 スマホが壊れて、ドライブも大富豪もデータがやばいです。だって、あのー、大惨事になる前にね。変えた方がいいですよ。今日大惨事になった方いらっしゃるので、あの是非大惨事になる前にスマホを変えることをおすすめします。サンリオピュロランドで48のイベントがあるんですか？それは初めて聞けました。3秒後くらいに押すのがいいのかな？でも今日は大富豪でも結構すぐ入ったので、3秒は待ちすぎかも。1秒か2秒くらいがおすすめですね。うん。 当たたらななかったなそういういでも今日はすごいたくさんの方と当たって同じ方とも何回か当たったんですけどでも本当にいろんな方と当たりましたので皆さんでまたお会いしましょう時間があったらねやりたいと思っているので是非 <laughs> ただ12月後半に後半じゃないですが前半の後半みたいな前半の後半になってこれにつれも忙しくなるっぽいので、まあ、そこだけはご理解ご協力いただけたら幸いです。 なんかイベントの期間中だけは時間を守ってくださいって言われたんだけどなんかね今別に立候補してるイベントじゃないから時間外もやっていいのかなとか思いつつはい守りながら頑張ってまーす <laughs> スマホは今投げないですねあんまり <laughs> 当たりたいなって当たると願いましょう <laughs> いやあ本当に喋りすぎた前半 <laughs> 急に急に落ち着きましたそういえば思えばパラダイスも紙オステも持ってるなだってありがとうございます嬉しい限りです何時頃にやってたの今日は8時にやってました最近は何を投げてますか最近はあんまり今は何を投げるの何みんなさ私が物投げる人だと思ってるでしょ全然そんな物投げないですよ最近何だろうねあんま物投げてない本当に本当に <laughs> 分かんない無意識にやってるからあんまさ感じ分からないけど最近は投げてないと思うよ20分以上一人で話してたそれは怖いねそれは怖いわ発全回復たまってますだってさすがさすが <laughs> プリマ配信見てたあそうですねプリマステラのね静岡港出張公演サードがね始まりますからそちらも大盛り上がりということでね今勉強中なので応援してくださいはいと私も応援して私も勉強しないとやばいのファイトー そういえば今日パパサカさんらしき人と大富豪で会ったような気がしたけど気のせいだったかなあ今日は気のせいかもしれないですあのお父さんの名前はあんま公にしてないんですけど <laughs> みたいな名前でやってるんですけどあの今日パパサカさん多分スマホを一度も起動していないと思うのですよてかもう起動できないんですよ今パパサカさんスマホをねだから多分パパサカじゃないと思うんですけどパサカだったらごめんなさい でも私が聞くように今日パパ坂さんはスマホ起動できていない気がするので多分違うと思いますああ頑張りますありがとうございます応援はあ応援ありがとう頑張りますお互い頑張ろうパパ坂さんって謎の人謎の人じゃないんですよ全然。 <laughs> パパ坂さん今日プレイしてないですねだってだってだって <laughs> パパ坂さんはあのひどいんですよ <laughs> 何がひどいかっていうとあの「スマホの直し方調べといて」って言われて「分かった調べとくわ」って言って、ね、携帯で調べて出てこなかったら携帯ショップに電話してどうすればいいか聞いといてって言うんですよ

プライドなんてこっぱみじんだよた、ね、まがなくなるそれまで、ね、全力でただたいラビュー指はどうもしてないです張ってるだけそうそうあそういうこと 確かにスマホないから確かにそういうことかプリプリプ <laughs> リプリと頭かきどうもどうスマホなくて仕事大丈夫なの分かんないです分かんないですいやそうです旧スマホがあるだけじゃないですかパパ坂さん初代スマホがないんで今初代スマホが壊れたんで <laughs> でもさパパ坂の初代スマホ中坂が中1の時に買ったから 1> 中1中2中3高1高25年も持ってるよすごくない <laughs> すごくない ?5 年やばいよね。そりゃ5年も使ってたらさあれきそうですよねちょっとタというかさあのね。<laughs> 俺のも5年使ってるわすごいねパパ坂の携帯が起動されなくなると嬉しいことがあってパパ坂は中坂のぶサイクの写真をいっぱい持ってるのでそれが全部消えるのが嬉しいですねいつもコインくれる人誰だろうって思って名前よく見たら「パパ坂さんだった」<laughs> そんなことあるでもパパ坂ちょっと前までね名前をた,たくさん書いて遊んでたので、まあ、気付かれてなかったかもしれないですけど。 2年で買い,たいですだって中坂もでも中坂もこの携帯結構使ってるんですよコロナのになる前から使ってコロナになった年の1月から使ってるんでもう2年は使ってますよね。やばいい早く機種変したよく持ってると思いませんか もう絶対次そうどう思いますか500でいいと思う200だと少ないかなやっぱ500くらいあった方がさ安心して使えるよね3年使うって考えたら500メガバイトくらいあってもいいと思いません <laughs> そうそうクラウドに保存しているのでは絶対してないってされちゃったら困る困るみたいな顔の写真いっぱい入ってるの やめてやめて大は小を兼ねるでやっぱそうだよねそうなんかテラはさすがに多いかなって思うんですけど500メガバイトくらいはあってもいいと思いません今使ってるのりんごの7なんだけどあパパパ坂と同じですねパパ坂も今りんごの7を使っています のスクショタイム。やっぱ、もや袖が可愛いよね。寒い。<laughs> 今日は、あの、十二月のクリスマスっぽく、赤リップです。 見切れてるアーマーはやってるのかこれアーマーじゃないです普通の服ですアーマーは流行ってますこのネックは首だからうんとあんんていうのなんていうの,なんていうの 難しいですけどまあ流行ってますアームカバーあそれそれそれアームカバー流行ってますめっちゃのお茶暖房つけた今日は入ってませんねそうそう全力でただいらぴゅ そそうそうアーームカバー今流行ってます中坂買おうか悩んだけどやめちゃっただから来年の春くらいまで流行ってると信じてね来年の春買います <laughs>、はあ今日だけで雪が3 0ンチ降りましたそういえばさそうだよね東北とか北海道の方はさ雪が降る予報してましたもんね もう初雪ですか？まもうすでに初雪してました。わかんない。<laughs> そうどうですか皆さん。そうピオスさんねアームカバーよくつけてますよね。<laughs> 最近ずっと言ってるの。ピオスさんいらなくなった黒の服もしやったらお下がりでください。<laughs> ってめっちゃ言ってる <laughs>。 ごそがあんま黒持ってなくて、いやピアスの黒可愛い,いなって思ってるんで、あ、もしも着れないってなったら、黒の服ください。<laughs> 初雪は半月前、そんなにもう早くから降ってるの、素晴らしいね。寒そうじゃ、北海道。北海道の皆さん、気温は何度くらいですか。11月分の中坂さんの個別写真が、なぜか三つも届きましたなんて。 じゃあ持ち歩き用と鑑賞用と保管用ですね兵庫県で初雪降ったのやばー黒がいいのじゃあ最近黒の服が少ないってことに気づいてピオスさんって逆に黒の服ばっか持ってるじゃないですかだから黒の服終わったら <laughs> めっちゃ言っちゃうかなー,なー,なー,なー今日はマイナス三度最高マイナス三度寒いそんな私生きていけないかもしれない マイナス -10 度今マイナス -2 度寒い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 寒すぎ愛知県はあんまり氷点下切らないんですよだからちょっとすごいですね北海道にお住まいの皆さんやっぱ北海道の方がこっちに来たらさ暑ーってなるんかな 外気温八度の中、アイスを食べながら帰宅しました。いや、冬にアイス食べながら帰るのはなかなかじゃないですか。すごくない寒そう。<laughs> 栃木、栃木だけどマイナス五度。<laughs> 栃木そんな寒いの?。好きな人さ、教えてくれないんだよね。 着るものに困るえだよねダウンジャケットとか大量に持ってそうどうですかダウンあんま持ってないんですよどうですかダウンジャケットとかいっぱい持ってますか <laughs> 北海道民宿からしたら夏の36度とか信じられないですでもさ北海道ってさめちゃくちゃ暑かったりめちゃくちゃ寒くなったりするからさびっくりだよね寒いのと暑いのどっちが好きもう圧倒的暑いのですねなかなか寒いのって本当に耐えられないんですよ 雪国あるあるるるは遠征先の服装に困ること確かにでも本当に北海道のファンの方ってなんかもう絶対寒いやろみたいな日でもう半袖着てたりするんですよだから本当にすごいなって思います,すまだ確認中でしたえでもね振り幅すごそうだよね北海道。 まだ確認中でした夏と冬のお洋服はどっちが好きもう圧倒的に夏の服ですねまず夏服のいいところはかさばらないことですね何着買っても冬服冬服1着で夏服3,4枚多分そんくらいかさばらないので夏服がお好きですあとは短パンとか履けるしいいよね 夏に長ズボン履くのは全然暑いとも思わないけど冬に短パン履くのはいやさすがに寒っってなるからはい <laughs> お部屋の温度19度外の温温度9度度度外ですあでも9度だって寒そう1 0違いです。 冬は洗濯が面倒ですね乾かなくてわかる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 北海道行ったことありますかないですめっちゃ北海道行きたいんですけど今行ったらさすがに寒くて凍えちゃうので夏行きたいです明日の名古屋の朝は五度五度寒い冬はおさらいないも <laughs> 言えなかった洗濯せんやろ いやなめてもらっちゃ困りますね冬休みとか夏休みの洗濯担当ですからね私だから寒い時も暑い時も洗濯物干すんですよ目はちゃんと取り込むしねだから乾いてるとか乾いてないか畳はしないけど干しはしますなめてたなか <laughs> <laughs> ちゃんに雪の体験してほしいでも中坂のおじいちゃん,うんお父さんのもともと住んでたところが岐阜なので岐阜の雪の積もってるところではそんなことはあります 雪祭りとかえ,えやんいやあったかい雪まつりならいいですけどまあ雪まつりの時点であったかくないじゃないですかだからちょっと無理無理 <laughs> 畳まないんだそう中家ね畳めないのお洋服じゃあこの T シャツを畳んでみせましょうなんかさその家庭の畳み方ってあるじゃないですか私のお家の畳み方が私できないんですよ こうういのっていうんですかポリエステルみたいな感じの服って難しいよね畳むの <laughs> 畳めたけど全然左右対称じゃないでも私の中では許容範囲なんですけどね 結構綺麗じゃね <laughs> タグがいやー一瞬で t シャツとの方法知らないですそんなのあるの 便利輸送よりずっといいありがとうございますもう五十分なの喋りすぎたね今日は本当に反省だなんでうまい人が畳むとあんなに薄くなるんだろうえそれなそれなめっちゃそれないやー初めて聞いた <laughs> あ,あすいませんケーキ売りまくる人みたいいらっしゃいません 恋人と食べたい、家族と食べたい、一人でも食べたい。おいしいおいしい,い,しいクリスマスケーキはいかがですか？<laughs> 思ってるた思っての思ったよりいいあ本当？ありがとうございます。出張多いと畳み方うまくなりますよ。あ確かに確かに長さんキャリーにぐちゃぐちゃに詰めて帰っちゃうから。<え> <laughs> メリークリスマス。<laughs> ホールは食べられないんですか。<laughs> お時間やばい、あ、やばい、やばい。<laughs> 忘れてたー。一瞬でね、喋り始めるとね、ちょっと忘れちゃうんですよね。本当五十二分だよ、やばいやばい、洗濯終わった自分のんはどうしてんの。お母さんがた畳んでくれるの、を待ちます。 読みシルルるるンさんゆきゆきゆきみおまるさんハートハートハートしるるるーさんゆき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 あじさいにんじんさんゆき結婚してん えー、ハムスターさん、アイラブユー、アイラブユー、風船ワンワンさん、ユキユキ、ペンギンさん、アイラブユー、ネギトルさん、アイラブユー、クリスマスツリーさん、レインボー、えー、風船ワンワンさん、アイラブユー、カトちゃんペさん、ホノホノ、違うね、焚き火焚き火、フフ <laughs>、えー、アジサイニャンニャさん、かわいい、かっこいい、アイラブユー,、えー、黄色の巨人さん、ハートハート、白の猫さん、ユキユキユキ、メガネさん、レインボー、かわいい、ピピ,ピフピさん、タラーの音符、えー ハムスターさん、クマオーナメント、シュルルルルさクマオーナメント、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 ああノウサギさん、クマオーナメント、クリスマスツリーさん、ねインボサカラスカーさん、レインボカトちゃん、ペさんク、クマオーナメント、クマオーナメント。 雪、サーフィンさん、雪、無意識用さん、雪、サーフィンさん、I love you、玄界薄着さん、ハート、ネギトロさん、雪、限界薄着さん、ハート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 、サーフィンさん、焚き火、クリスマスツリーさん、I love you、ネギトロさん、雪、ケイさん、お疲れ、えー、玄界薄着さん、ハート、剣道さん、ハート、ハート、限界薄着さん、ハート、剣道さん、ハート、えー、ナッキーさん、たら、ノーブ、限界薄着さん、ハート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 、ビックリママさん、レインボー、ナッキーさん、たら、ノーブ、ピ ユッピフユピさんレインボーサーフィンさんレインボーシの猫さんレインボーサーフィンさんユッキユッキーありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますイエーイありがとうございますイエイ <laughs> 今日の休憩はみんなあきの,の服着てるだって今日はこうどん兵衛さんとの写真を撮るためにこう緑色の洋服を着て意識しました <laughs> では消えちゃったの読みますいきますはあこれなんだっけガローさんブッシュドノエル、えー、クマオーナメントストストーブ <laughs> えー、グズタマさんクマオーナメントクマオーナメントクマオーナメントク,クマオーナメント んクマオーナメント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 ブシドノエルダダさんクマオーナメントクオナメントガロさんクマオーナメント,メントダダさん焚き火中坂パジャマさんクマオーナメントダダさんストーブ中坂さんクマオーナメントブシドノエル、えー、マスクしてるクロミちゃんさん焚き火あーあのウサギさんねインボベイビーさん焚き火アリサンジャニさん焚き火結婚して可愛い,いサーフィンさんねインボ なにこれダダさん、キンキラキンアヒル <laughs> 麦わらぼしさん、のインボレインボー、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 リボンクマさん、ハートさん、ヒンさん、可愛い,い無意識のよさん、焚き火、シャーさん、レインボー、ベイビーさん、キンキラキンアヒルえー、あーのウサギさん、クマオーナメントだダ,ダさん、ブシドナイル、ガロウさん、クマオーナメントトリックアトリート、ニャンニャさん、かわいい、ガロウさん、焚き火、キンキラキンアヒルえー、カッパさん、クマオーナメントえー、これは何 ワールドカップのトロフィーみたいだねえなんて書いてあるんだろうわかんないけどガローさんキンキラキンシルルルーさんキンキラキンアヒルキンキラキンアヒルガローさんキンキラキン、えー、クリスマスツリーさん焚き火、あーのうさぎさん車オーナメントありがとうございますあそこにもギフト投げてくださった皆さんありがとうございますはいダダさんキンキラキンアヒルありがとうございます みなさんありがとうございますイエーイありがとう。<laughs> ありがとうございます長坂観光案内所は ためになりましたよだったありがとうございますじゃあまた募集してみんなが知りたいところとか見に行こうかな自分でなんかさそういうのさできないからさみんなからさ募集を募集った方がね頑張れる気がするとか言いながらねまあ、絶対インスピレーションのブログ書いてねえだろお前って思ってる方がいるかもしれないから早めに書きます今日の中身73位はデケデケデケデンアバターのうんふんさんですありがとうございますいえーいななななありがとうございます では、二十から読みたいと思います。いきます。せーの、一号さん、白のお猫さん、ペンギンさん、かとちゃんぺいさん、ピッピフーピさん、あーのうさぎさん、ネギとろさん。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。十万円のトロフィーがある。やばー。<laughs> たまにショールームさん、こういうことしますよね。びっくりしちゃうよ。 <laughs> ありがとうございます。<laughs> 先に言っておくけど、あの全然投げなくていいですからね <laughs>。そうそう。十三サンありがとうございます。クリスマスツリーメリークリー。<laughs> 12人サンありがとうございます。ルルルルーン。十 <laughs> ます。意識しなくたってアイラビュー10位フンフンさあありがとうございますサフィ9位さあありがとうございますえきになってきた元気娘8位フンフンさあありがとうございますシャー7位フンフンさあありがとうございますマスクしてるコロミちゃん6位フンフンさあありがとうございますあじさいにゃんにゃんにゃん

ふふふんんんふんふんふんさんですイのーイせーのガラさんありがとうございますということで2847人の皆さん配信を見てくださってありがとうございましたコメントしてくださった方星やギフトを投げてくださった方もありがとうございましたもしよかったらメールブログのチェック大富豪とショールームのフォローツイッターと Instagram のフォローアメブロのチェックをよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思いますみんな今日は早く寝て 明日の朝に備えましょうあー終わりますせーのまい、えー、ちゃんじゃんけんぽんあっち向いてはい今日の